皆さんこんにちは、まっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。今日のテーマはですね、子供の頃からのケアについてです。これはね、もう私子供じゃないもんと言ってね、そう、確かにね、子供の時にお母さんがねやってくれなきゃダメだったんだけど、もし今皆さんがお母さんだとしてお子さんがいるとかね、そういうのにまあちょっと考えてほしいなというのがあってね、これも入れてあるんです。これもね、前回のこの本の時から書いたと思います。で、子どもの頃からのケアということでね、子どもの頃の、まあ、脱臼とかね、球外形成不全とか手術をしたとかペルテス病とか、ある程度子どもの時に落ち着くんだよね。落ち着いたからもうそれで治ったっていうふうに説明はされるかもしれないんだけど、また別の問題が出るわけ。まあちょっとここを読んでみるとね、骨は形を変えて治ってることが多いんです、多いんですが、その変形のため股関節周辺の筋肉に疲労が溜まりやすいという特徴があるわけ。これはね、ちょっと覚えておいてほしいと。だから子どもの頃からのケアが必要なんだよということなんですよね。意外とね、例えば子どもが遠足に行く、夜痛がる、だけど次の日は良くなっていることが多いんですよ。良くなっていることが多いんだけど、もう結構それ疲労溜まってますよっていうお知らせなんですよね。それを、あ、もう痛み取れたからいいよねって、解決したねって考える考え方もあるんだけど、意外とね、硬さが残ってることが多いんだよね。そこで取ってあげれば、この後ね、大人になってからが楽なんじゃないかなというふうに気がしています。だから子供の頃からのケアが大切なんだよということなんですね。で、子供の頃にね、骨が形を変えて治るって私よく言うじゃないですか。このレントゲンなんかもそうなんだけど、確かに形をパッと見ればすごいね、異常感がある、大天使の位置が高い位置にある、大天使の位置っていうのはまあちょっと矢印で示すけれども、ここですね、ここが高い位置にはある、反対側と比べてね、これ大天使行為というけども、もうこれで治ってるんだよということ。ただし骨盤と大天使の距離を見ると、ここに中殿筋というのがくっついてるんだね。例えばその長さが違うじゃないですか。こっちはちょっと狭い、こっちは広いということになってくるから、筋肉の長さが変わるんです。そうするとやっぱり筋肉としてはね、ちょっと疲れやすいという特徴があると思います。このように骨は落ち着くんだけど、筋肉の長さが変わるから、やっぱり疲労が蓄積しやすいんだ、特徴があるんだよということを考えておいた方がいいと思うんですよ。皆さんの中でもね、子供の時に治療しました、病院の先生治ったって言われましたっていう人いるわけです。今でもね、20代の方とかこちらに来られています。そういう同じことを言われたということで、でその人痛みないですよ。だけどまあ定期的に来てくれてるということがあります。こういうことをやってれば大人になってからが楽なんじゃないかと思うんです。で、この図がね、子どもの頃から筋肉が疲労が蓄積しやすいっていう話をしましたよね。実はね、これ子どもの時にこう炎症が起こって治すんです。骨を治すんだけど、ケアしてればそのまんま痛みなくいけるんじゃないかと思うんですよね。だけどこうケアをしないと、この赤いラインのようにちょっと遠足行った、運動会やったとかで、こういうふうな疲労がしてて、ついに限界に達すると、これが40代50代の頃になっていくんじゃないかなと思っているんですよ。だから子供の時に治ったって言われても、それはレントゲン上だけで割と綺麗に治るんですよね。それを維持して、だいたい骨は維持するんだけど、筋肉の疲労状態がこうなるんだよということ。筋肉のケアを子供の頃からした方がいいんじゃないかなというふうに思います。今回まあ終わりですけどもまあ私ね、この赤ちゃんのまあちょっと股の開きが硬いですよと、内転筋拘縮って言うんだけども、こう硬いですよって赤ちゃんを連れてくる人
いるわけ。そうするとお母さんにここをこうやってこうやるといいですよって言って、まあ大体もうそれで終わりにするというか、あとちょっと小学生になった時とか中学生になった時に元気に姿をね見せてくれるっていうこともあります。またあの一番右の写真はね、幼稚園の頃から私のところに通ってきてくれている方です。はい、もうこうちょっとストレッチをしてるかな、うん、で今中学生になって非常に順調ですね。まあこのまんまね、まあ毎月来いとも言わないし、年に1回でも2回でも3回でもいいから、要するに様子を見させてくださいと、その間に溜まった疲労を取らせてくださいっていう感じなんですよ、私としては。はい、そうすると大人になった時楽なんじゃないか。でまあ一番右の子なんかだと、もうお母さんがまた押してるよく押してくれてる、筋疲労を取ろうとしてくれてる。やっぱりそういうなんだろうな、気持ちを持っていくとおそらく大人になって絶対楽だと思うんですよね。ということでね、子供の時からのケアが必要なんじゃないか。そう、毎月来る必要もないんですよ、調子いいから。疲労をちょっと取ってあげようということで、それはボールだけでもできるかもしれないよね。そういう気持ちがお母さんにあることが大事かなっていうふうに思って、この文章を書きました。次の動画もぜひ楽しみにしていてください。まっちゃんでした。皆さんお元気で、股関節は怖くない。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。